はい、おはようございます。今から話す話は、人は天に可愛がられてるという話をします。これが分かると、ああそうか、いとも簡単にこんなに幸せになっちゃうのかっていう、ことですね。でそういう話をします。まずはちょっと関係のない話なんですけれど、やがてつながってきますからね、聞いててください。世の中には執着しなきゃいけないものとしちゃいけないものがあるんだよ。あのテレビやなんか見てて、こう殺人とかあるんですけど、意外と多いのが別れ話で、お互いがこう最後にはこう言い合って、俺が正しいとかお前が正しいとかってなっちゃうんですけど、あまり相手に執着しちゃダメなんです。でどういうことですかというと、どっちが正しい、あっちが正しいって言ったって、仲悪くなってきたら別れりゃいいだけのことで、あまり執着しちゃいけないんだよねっていうことを言ってるんですけど、どっちが正しいとかって言い出して執着しちゃいけないんだけど、執着しなきゃいけないことって男女間で 何があるんですかって言った時、相手が幸せになればいいんだ、人を幸せにしたいっていうことに執着すればいいんだよね。だからその人が一生懸命幸せになることに頑張って行くじゃない。そうするとそれでも別れたいんだったら別れりゃ幸せになるんだよね、相手が。だから相手が幸せになることに執着しなきゃいけないんだよっていうことを言いたいんだよね。仕事に一生懸命執着することは必要なの。で、一生懸命仕事に執着するのはいいんだけど、執着しちゃいけないものって何ですかって言った時、仕事って人様の役に立つと儲かるようになってるんだよね。ところがそれが儲からないとすると、今までの古いやり方に執着しちゃいけないんだよね。常に新しいやり方を出していかないといけないんだよ。あんまり執着しちゃダメだよね。ところで、なぜ人は変なことに執着しちゃうんだろう。自分の意見に執着する、男と女でも、どうしてもお前は俺のそばにいてほしいんだとかって、結局自分に執着してるんだよね。で、この世の中って間違いは自分に執着しすぎると間違いが起きるんだっていうことを言ってんだよね。で、このテープのあなたは天に可愛がられてるって何を言いたいんですかって言うと、あなたは自分のことに執着してるけど、自分は実は神に守られてるんだ。いいですか。あなたがどのぐらい守られてるか言いますよ。あなた今生きしてるけど、その空気吸おうと思って吸ってんじゃないよね。黙ってでも吸ってるんだよね。でもうちょっと経ってくと、きっとあなたはお腹減ったって言い出すんだよね。お腹が減るとお腹が減ったって分かるようにできてるね。で食べたものを勝手に排出、こう消化吸収してくれて、おしっこになったりうんこになったりして出てくんだよねって。別にあなた努力してないんだよ。努力してなくてもちゃんとそれは消化吸収して、おしっこがしたくなるとおしっこって、ね、うんこしたくなってうんこって
わかる？次は汗かくよね。ね？寒くなって、お、寒いな。全然寒いのが分かんないで、そのまま凍死しちゃいましたとかって、それは山の中で極限的状態でもあれば起きるけど、寒かったら服着るよね。暑きゃ脱ぐよね。ね、おおよそあなたのことはほっといてもちゃんとそういうふうになるようにできてるの。わかるかい？ね、そうするとそれ以外のことは周りにいる人、愛情ってのは愛と言って、自分をあまり愛する必要はないよって。あなたは神に愛されてるの。あなたが愛さなきゃいけないのは周りの人なの。で、周りの人にその愛を分けてあげなって。で、よく一生懸命こうやってテープ入れてて、なんか得があるんですかって、別にないの、これ。売るわけでもなきゃなんでもないんだよ。ね、このうなずく話だって、しっかりこうやってうなずいてたり、いろいろするんだよ。ね、よく執着って話なんだけど、ひとりさんの話はよく聞いてくれるけど、よく話聞いてもらえない人っているんだよね。それってなんでかって、もったいつけて喋るとか偉そうに喋るんだよ。だからその会話を通じて自分を偉く見せようとするんだよ。あまりにも相手のために一生懸命一生懸命ね、一生懸命こうやって喋ってる人と、自分を偉く見せようと思って喋ってる人って、えらい違いなんだよ。だからそんなことしなくたって、天があなたを可愛がってるんだから、もうあなたは周りの人にできることをすればそれでいいんだよって。わかるかい？で、天は我を可愛がってくれるんだ。だから余ってる力は人様の役に立とうと。よくな、なんつうの、自分のこと考えないで人のことを考えてやんなとかって言うと、な、一銭にもなんないことしたくないって言うけど、そういう考えだからお前一銭も持ってないんだよ。ね？じゃあいくらかもらったら人が感心するような話できるのかって、試しに1万円やっから喋ってみるんだったら、ろくな話できないんだよ。で、くだらないこと言ってないで、人様が喜ぶことをしろって。ん？いいかい？さっきね、会社でも、うちの会社古い体質だからって、いや、俺は年寄りだからっていう人いるんだよ。だけど、人間は成長する動物なんだよ。ね、1000年も経ってるような木だって、縄文杉だって、去年と同じ葉っぱがついてるわけじゃないんで、1000年前と同じ葉っぱがついてるわけじゃないんで、な、クスノキ1000年、今年も変わらぬ若葉かなって、こう新しい葉っぱが出るんで、木にとって葉っぱだよな、俺たちにとっては言葉なんで、言葉という葉っぱなんだけど、これが去年と同じこと言ってたら死んでる木だよ。10年前で常に新しい言葉、常に新鮮なのが出てれば、古い会社だって伸び伸びしてるんで、伸び伸びしてる会社は必ず新しい言葉が出てくるんだよ。ね？天に俺たちは可愛がられてんだから。天に可愛がられてる上に自分の力を使って、全てで自分を可愛がってると、上、天から見てようが周りから見てようが見苦しい。ね、自分は天に可愛がられてんだって、少しは周りの人のねことを考える。あるかい？おしゃれしちゃいけないね。おしゃれだって自分のこと考えだけ考えてる人と、人が不愉快にならないように、人が爽やかに思うようなおしゃれ、それが下手なやつだと、私のやつ、このおしゃれどうだって人に自慢して、人をやっつけることばっかし考えるのよしなって。人をやっつけたいっていうのは自分が可愛いからだろうって。あなたはすでに天から可愛がられてんだから、
そんなにまでして自分を可愛がる必要ないの。それで周りに向かって愛情を出して、それでもう一つ、毎年毎年、もう年だからとか、もういくつだとか言わないで、ね、木だって新しい葉っぱ出してんだから、まして万物の霊長の人間が常に新しくて青々してみずみずしくて、もうあの若葉を見た時に心がうわ綺麗だなと思うような言葉を出してくださいって、それが天から可愛がられてる俺たちができることなの。で、なんかこのテープ支離滅裂になっちゃったかもわかんないけど、とりあえずは、ひとりさんは今日も一生懸命喋ってるから、それに免じてこれも100回聞きましょうっていうことです。はい。